ready for duty.実況ルームへ再びようこそ。ゲストは相変わらず芸術さんです。神のご加護。過酷なサバイバルを経て今回のベスト8がついに決定しました。芸術さん、これからのトーナメント戦に向けて何か一言。神は全てを決定します。難しいですね。運命の対決になるという意味ですかね。それではトーナメント戦の前に視聴者からのコメントです。やはり一番多いのは秘宝についての質問ですね。ゲニツさん、今回の秘宝は前回と同じく未来を予知する力を持つものなんですか？未来を作るものですよ。はい、わかりました。この答えに皆さんはご満足いただけましたでしょうか？では最後にベスト8の選手たちを見てみましょう。その後トーナメント戦が始まります。SNK テレビです。世界中から注目される八神チームと草薙京チームの運命の対決がもうすぐ始まります。両者とも気合い十分、闘志にあふれているようです。生き残ったか。こんなに早く決勝戦になるとはな。そうだ、今日やっとこの手でお前を引き裂ける。貴様を倒すこと以外この大会に期待することはない。そうか、今までお前を待たせすぎたな。すぐ終わらせてやる。うわ、すごい迫力。ねえ、手を貸してあげましょうか。余計な真似をするなら貴様らも燃やし尽くしてやる。おい、ベニマル、ダイモン、お前たちも手を出すな。分かった、今日思う存分やれ。まあ、俺たちは二人の因縁に付き合ってやろう。甘い言葉がお上手ね。ご褒美として君の髪の毛を撫でてあげるわ。いいぜ。でもこんなに多くの観客を前にしてちょっと気をつけな。蹴りをつけようぜ、八神。貴様の死をもってな。さあ、ツアー、ヘア。はっ。怒らせんじゃないよ。頑張れ。ノー。ボディがオルスだぜ。どうした。ただでは済まんぞ。大貢献。止まらないわ。イザナギ。
またお前たちか。おい、ヤガミ、しっかりしろ。うわぁ、大貢献。イザナギ、緊張のあまり息もできません。最後に準決勝に進出したのは草薙京チームです。満足したか、八神。まだだ、終わりではない。今回はお前の負けだ。ベニマル、ダイモン、行くぜ。これ以上大会を続ける意味はねえ。なんですか？まさか草薙選手は試合を放棄するつもりですか？待ってください、草薙さん。私は引き続き調査するべきだと思います。ここで終わりたくない。賛成だ。八神の暴走を見ると千鶴さんが心配するのも無理はないようだな。くだらねえ。オロチがここに来たら倒せばいい。そして元の世界に返してやる。しかし、おそらくあの二人はこれからも八神さんにつきまとうでしょう。おい、何を企んでいるかはどうでもいい。だが、八神の相手は俺一人しかいねえ。分かったか？ベニマル、ダイモン、行くぜ。あとの2試合も勝ち続けるぞ。うん。おう、ナコルルちゃんのためにもな。準決勝の現場にいます。対戦チームが入場しています。今日、体の方は大丈夫か？八神との対戦では大暴れだったからな。一番危ない奴は倒した。一気に優勝まで突き進もう。今日、今回の相手はサムライスピリッツエリアから来たものだ。油断してはならぬ。そうですよ、キョさん。やはりもっと治療を。しょうがねえな。向こうの立花右京さん、ご病気だそうです。確か肺の病に侵されているんだとか。大丈夫か、右京。死を待つばかりのこの命、青丸、心配は無用だ。わかった。そのキューブを手に入れればお前の命も助かるはずだ。月の哀れむ我が命けれど、究極の花を捧げる前に落としては悔しい。演技の悪いこと言うな。お前一人で背負う必要はねえ。そもそも俺はキューブを調べるために来たんだ。そうだ、半蔵、調査の件はどうだった？ああ、この秘宝は確かに我らが探していたもの。よし、じゃあ二人とも
全力で戦ってくれ。どうやら相手はもう待ちきれないようだな。行くぜベニマル、ダイモン。ちょっと待ってください、キョウさん、お怪我がまだ。いい、相手を長く待たせるのは俺らしくねえぜ。覇王丸、昨日のエキシビションでは思う存分やれなかった。今日こそ決着をつける。よし、今日は俺の刀を味わわせてやるぜ。終わりました。草薙強チームが決勝進出を果たしました。チャンピオンの座まであと一歩です。あと少しで勝てたのに。やはり宿命は変えられないもの。しかし強かったですね。この調子だと決勝ではどれほど強い相手が出てくるのか想像もできません。うん、200年前の素晴らしい剣術を拝見することができて幸いに思う。青丸、時代が変わったのに。ああ、そうだろうな。俺はここで修行を再開する。半蔵、付き合ってくれ。承知。ここには確かに挑むべき相手がたくさんおる。ああ、それに文明も俺たちの時代をはるかに超えている。右京の病気が治せるかもな。青丸、いつかは別れる時が来る。何故そんなに執着している。 いえ右京さん、ここには本当にあなたの肺を治療する方法があるかもしれません。青丸殿、お主らも秘宝のために来たのか。ああ、草薙京、何か手がかりは。俺はその秘宝に興味ねえ。ただこの前ナコロルちゃんに会った時、優勝して秘宝を手に入れてちゃんと保管するように頼まれただけさ。なるほど、ナコルルが言ってたのはお前たちのことか。なら一つ教えてやる。俺の知る限り、その秘宝はキューブのようなもので、とても強い力を秘めている。キューブ？それはこの時代にどこにもあるようなものだが。いや、覇王丸殿が言っているのは普通のキューブではないと思う。ねえ、それにそのキューブは各エリアの異変や次元界往来にも何らかの関わりがあるだろう。そうですか。じゃあ京さん、引き続き調査する必要がありますね。わかった、覇王丸。あんたの分まで優勝するぜ。草薙京、頼む、勝ってくれ。ああ、あんたが強くなったらまた勝負しようぜ。ウィナおい、俺の炎はどうだ。やけどでもしたか。うるせえ、うぜえんだよてめえ。クーラも嫌い。
お嬢ちゃん。ケダッシュ、俺たちの任務を忘れるな。ああ、ここで草薙京を倒すこともキューブの回収も同時にできる。一石二鳥だな。敵を軽んずるな。俺のデータによると向こうの勝率は高いぞ。 50.01%。 なあなあ、私の分析ではこちらの勝率は 99.99%。 下回ることはありえません。クーラ、負けないよ。おい、打ち取るならネスツの方が先だろう。過去は必ず清算する。この試合も必ず勝つ。お前らの過去には同情するぜ。だが俺を超えることはできねえ。永遠黙れ。俺の存在価値はてめえに決められるものじゃねえ。どうした、ベニマル。お前らしくねえな。観客が多すぎるのか、それともKダッシュチームが怖いのか。まさか。それは逆に興奮するぜ。ただ俺たちが優勝したら本当に何かが起こるような気がしてさ。余計なことを心配するな。さっさと行け。まさかビビってんじゃねえよな。うるさい。決勝戦の MVP は俺のものだ。ここで終わらせてやるよ。ほら、うん、大貢献。ボディがオルスだぜ。一方コーン、イサナギ。No。 ボディがオルスだぜ。くらいやがれ。無理よ。くるっと。無理よ。本格知らないよ。頼むだ。大貢献。チャンピオンの誕生です。皆さん、優勝した草薙京チームに盛大な祝福を。信じられない。私たち本当に優勝しました。レンズをこっちに向けろ。そう、カメラの位置をもう少し上げてくれよ。うん、愉快な試合だった。このバトルシティ面白くなってきたぜ。Kダッシュ、お前の炎を認めてやる。悔しいならいつでもかかってこい。うるせえんだよ、てめえに言われなくてもな。ならいい。ベニマル、ダイモン、この喜びを思う存分味わおうぜ。うん。
距離を大事にしてくれんかな。君のために何ができるだろう。大志郎、揺るぎないスペース。アテナ、頑張ります。かかってこんか。相手になるわ。新しい任務。もっと楽しませてくれよ。 Go for broke。 新しい修行場、楽しみだな。今日完璧だぜ。ついてこれるか。アサミアテナ、頑張ります。酒は百薬の長。私も神器の一人、守りし者ですもの。
ましょう。かっこいい俺様は戦う姿も完璧なのさ。いい調子だぜ。今日はいい調子だぞ。勉強を続けてください。やれやれじゃ。わっと年寄りを大事にしてくれんかな。
見た目でしょ。やれやれじゃ。さて、どこ行ったのかの。いいですね。